ごきげんようガラクタやオールドです今回はタイトルの通り「ゴミ特撮オタクを消し去る勇者の本性を掴んだ」という動画になりますまず最初にまあ彼について調べたよ的な感じのツイートが俺のところに回されるんですねまあ彼の本性がどういうものなのかっていうのをここにある画像を 詳しく見ていきながら追っていこうと思います少々画質が荒いですが我慢してくださいあとちょっと俺も細かいところまでは読めないんでまあ赤文字とか色文字で書いてあるところだけ読んでいこうと思いますまずスパイ役として別アカウントを作ったようですね そっからゴミ特撮オタクを消し去る勇者に接触をして、で、ゼロワン太郎と裏で手を結んで、あたかもゼロワン太郎と対立をしているようなダイレクトメッセージを作って、そのスクリーンショットを勇者に送ったようです。まあ、ここで信頼を得たというのが、この画像のまとめのようですね。で、信頼を得ていった結果、 直接話をして仲間がいることと参謀という存在と実行という計画を知ることができたようです。ですがしかし、いきなり事態は急展開を迎えます。唐突に勇者がお前は裏切り者であると指摘してきたようです。証拠として出てきたのは過去に同じ手口で 皇期を騙した時のツイート、しかもそのまま過去のものを提示してきたんですね。なぜ後期と対立しているはずの勇者が、後期しか知り得ない情報を知っているのか。ということで、この調べた本に、ついに仮説を立てて、確信に迫っていきます。それが、実は電話番号が同じ というようよなんですね末尾02番の電話番号にコールを送信するというのがゴミ特撮オタクを消し去る勇者とウガンダという人が同一なようです正確に言うとここで言うウガンダというものは本物の好期ではなく後期の偽物を語るクソ野郎であるということを覚えておいてくださいまあここからは そのウガンダについて簡単に触れていこうと思いますウガンダもっていい彼はもともと後期の偽物として動いていましたなぜ偽物なのかとかっていうところは実はまた別の話になるんで今回は避けますけどまあこいつは後期の偽物だということだけ覚えておいてくださいでまあこいつがそこそこやべえことを言ってるんですよね いくつか彼のツイートを読み上げたいと思います。嫌がらせして精神がやもうが鬱になろうが、それは僕んには関係ありませんバーカバーカ僕んの標的になった人はせいぜい僕を楽しませてくれるおもちゃになってね。インターネットは匿名。何をしても OK! どんなに嫌がらせをしても犯罪とかにならないし、最高と。 はっきり言って気分が悪いですね。こういうことを言われて。まずネットは匿名だからって犯人が特定されないとは限らないんですよ。つい最近にもツイッターとか SNS のサービス側に情報提供を求めるというような法律や条例の制定に動き出したばっかりですから、インターネットは何をしてもいいわけじゃないんですよ。 まあ、まだ続きますよ。まあ、簡単に言うと、いちいち読みませんけど、ナイトメアっていう、まあ、ゴミ特撮オタクのうちの一人なんですけど、まあ、彼についてのデマを流してるんですね。まあ、同様にデマをいくつか、ゼロワン太郎っていう人を貶めるようなツイートをしたりと。正直言って、うがんだだけは許せないですね。マジで。 彼についてもやばいツイートまだまだあるんですよね、実は。まあ、例えば、普通に特撮が好きですって言ってる人をいじめて、うつにさせたいなみたいなことを言ってたりする、それやべえやつだったんですよ。そういうのを考えると、ちょっとこいつは放置しておけねえなみたいな。まあ、正確に言うと、今、 表示してるウガンダっていうのは、実は一回凍結されて、その後別アカウントで作り直されてるんで、まあ調べても出てこないでしょうね。こいつだけは絶対許せねえ。潰す。というわけで今回は、ゴミ特撮オタクを消し去る勇者の本性を掴んだんで、まあそれについて簡単に話しました。 正義だなんだっつっても結局裏の顔は真っ黒だったっていうことですね。ご視聴ありがとうございました。